スタートしました若干9番ハーバーバライト後ろからとなっていますますだ広がっていますが内目から促して5番の武神が出ていこうとします外から10番、帝王パスワードかわしていきました連れて8番センチューリボンドも外から上がってきて2番手が2頭です2馬身切れて7番サンライズ・トレイユ内から1番ラタフォレスト中段のインコーススタンド前から1コーナーその後ろは6番ラムゼイ・テソーロ 外に11番、ラオラシオ並んでいっています後方寄りの追走となりました馬群は1コーナーから2コーナー逃げたのは10番、帝王パスワードですリードを一番新少将 2コーナーのカーブ2番手には5番のブ心1番、シン馬半がいて8番センチュリボンドこのうちに1番、ラタフォレスと並んでいって34番手外からすっと11番、ラオラッシュン押し上げてきました2番手集団が4頭で固まって向こう上面です残り1000を切っていきましたその後も差がなく3番のノット・イナフ7番のサンライズ・ソレイユが続いていって中段よりも後ろ1段になってきました内からは6番、ラムゼイ・テソーロ後方の追走3コーナーを目指して800を切りました 1000m は1分3秒9でいっています 後方にかけて後ろ3頭。頭4番あられ、田走る外に9番ハーバーライト並んでいます。2。馬身半がいて2番のアンバードール1番後ろです。34コーナー中間です。ほぼ一段で進んでいます。 10番・帝王パスワード先頭ですが差がなくなってきました徐々に5番のブシンが迫っていってこの外に8番センチュリボンド大外に出していった11番・ラ・オラシオン4頭が横に広がる形4コーナーカーブから直線へと向かってきます逃げる10番の帝王パスワードリードを1馬身から2馬身振り切りにかかりますが外から11番のラ・オラシオンが追ってくる200を切りました間から5番のブシンその後ろから外2番のアンバードール4番アラレタバシルが追い込んでいますが先頭を粘る10番・帝王パスワード2馬身3馬身のリード2番手から4番 アラレタマシルが上がって追っている10番帝王パスワード帝王パスワードゴールイン4番のアラレタマシル迫って最後は2投